はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回は提督の決断する日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。早速なんですけども、前回ですね、いよいよアメリカ軍の本土攻撃、西海岸を目指すということでですね、艦隊を強化するために新しい戦艦、新しい空母設計したんですが、これが完成するのはまだ少し先ということもありますので、既存艦隊をですね、これから西海岸に向けて出撃させていこうというところになります。戦艦ヤマトはじめ第4航空艦隊、ここには南雲さんが座長、昇格随格、さらに第5航空艦隊、ここはですね、一航艦の唯一の生き残りである空母総理、ここに山口多門さんが乗っていると、まあそういったね、大規模な艦隊でこれから西海岸を目指していきたいと思います。で、それとは別にですね、厚戸を攻略した戦艦武蔵、これをですね、ダッチハーバー経由でシアトルに向かわせようかなというふうに思ってまして、こちらがですね、艦隊としては唯一動かす艦隊になります。できればね、そのダッチハーバー経由で確実にシアトルをダッシュして、西海岸、ロサンゼルス、サンフランシスコを攻略した主力艦隊たちはパナマ運河を回って東海岸を目指すということを行っていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。まず第二艦隊なんですが、ダチハバ、もうすぐ到達しようというところなので、ダチハバに到達したら第二艦隊武蔵入ってますので、艦砲射撃で基地をなぎ払いましょう。一方主力艦隊なんですけども、もうすぐ西海岸に到達するというところになります。まあ、その分ですね、ハワイ・ミッドウェイがかなり手薄、まあ、事実上全艦隊を出撃させているので、ご覧のような形で潜水艦を張り付かせていると。これでね、敵艦が来たら雷撃を加えていく、さらに充実した基地航空隊で防衛を行っていきます。陸戦隊ももちろん入れてあります。で、第11艦隊、第6艦隊、これも含めてですね、今西海岸に向けて順調に航行中。そして主力艦隊はすでに空撃可能な範囲に入ってきてますので、索敵を行いながらですね、本土攻撃を行っていきましょう。まあ、敵艦隊が数多くいるという想定ではないんですが、念には念をということでね、ここはしっかりと索敵を行ってから空撃を行っていきましょう。空撃はちょっと今回は控えて、次ロサンゼルスに入るときに一気に攻撃を加えていきましょう。敵の陸戦隊基地に入っているので、1回に大きくダメージを与える方が、パラパラ S ターンにわたってダメージを与えるよりも効果的になりますので、今回ね、第14航空艦隊巡洋がすでに空撃可能な範囲に入ってますけども、このままね、巡洋だけ攻撃してもあまり意味がないんで、次のターンに持ち越しましょう。さあ、ここからですね、まずは各艦隊直縁を上げておきます。この直縁を上げ忘れるとひどい目に遭いますからね。直縁に上げるのは冷静の21、12機、これを巡洋から、竜城からも直縁21、これはでもどうだろうな、できれば護衛機として使いたいですよね。なので巡洋からの12機だけにしましょうか、直縁は。ではこれで攻撃仕掛けていきましょう。はい、では西海岸の攻略戦始まっています。第9艦隊に敵基地航空隊接近、これがどれくらいの戦力かですね。まあ第9航空艦隊の方は今回ですね、直縁を上げることができなかったんですね。これ雨が降っていたので直縁が上げられなかったので、敵60機の爆撃機、これの攻撃をもろに受けることになりそうです。空母が残ってくれれば、随砲が撃沈されたか。雨によるね、一
方的な攻撃を食らうっていうのも、まあ多少理不尽ではありますけど、まあしょうがないですね。これは逆もしかり、我々が同じことをすることも、ありますからね。瑞穂がまず西海岸攻略戦で最初に戦没した艦艇ということになってしまいました。でダチアバードですが、第2艦隊武蔵が肉薄してますね。このままですね、次のターンで取り付いてしまいましょう。これで攻撃戦を開始していきます。なぎ払いですね。続いて西海岸の方、このまま見ていきますが、西海岸の方ご覧のようにも艦隊取り付いてますので、そうだな、第9艦隊がもう空母がいなくなっている艦隊なので、まず名前を変えましょう。このままだと、忘れてしまうので、そうだな、これは艦隊の名前としては機動艦隊でもなければ航空艦隊でもない、巡洋艦隊だな。まあ、できればね、空母を再びどっかのタイミングで入れてあげたいなとは思うんですけどね。ではこれも砲撃するしかありませんので、ロサンゼルスの方に肉薄していきます。まあ、サンフランシスコとロサンゼルス、これはもう同時に攻撃を行っていきます。第15艦隊、これは戦艦ハルナですね。これもロサンゼルスの方にもう突入をしていきます。で残りはですね、直縁を上げつつ航空隊を発艦させていきましょう。まあ、直縁を上げられる状態であることがとても重要だというのがね、改めて先ほどで分かったと思うので、今回もね忘れずに直縁を上げておきます。巡洋から12機上げます。で竜城の方はちょっと上げられないというか、まあ、上げてしまうとね、護衛機がいなくなってしまうので、巡洋からのみ上げていきます。第3航空艦隊、ここからも直縁を上げておきます。まあ、同じことを行ってですね、このまま進めていきましょう。直縁はそうだな、竜砲からは上げられないね。どうしても護衛機はつけてあげたい。そうなると軽空母に関してはアメリカ軍でいうところの護衛空母的な運用をした方がいいかもしれないですね。全部直縁に回す。雨か。これで山口さんの総流が激震されるっていうことにならなければいいけど、これ南雲さんの航空艦隊昇格随格も雨ですね。残念だな。では砲撃でサンフランシスコ、ロサンゼルス沈めていきましょう。戦闘命令ですね。ハワイの方は一度潜水艦収容しています。この後また潜水艦出して防衛に当たらせましょう。でまずは武蔵、ここまで敵に気づかれずに来てるってことは、もしかしたら、ここはダッチアーバーに敵の航空基地、飛行場はないかもしれませんね。ダッチアーバー付近に敵の艦隊もいなそうなので、このまま砲撃に入りましょう。でダッチアーバーをね、焼き払います。でこちら西海岸の方ですが、まずはヤマト攻撃開始します。サンフランシスコちょっと足りないか、もうちょっと近づけなきゃいけなかったな。もったいないことしましたね。第9第15艦隊、第9艦隊はね空母を失いましたので、もう恐れるものは何もない。このまま突入を行います。敵の艦隊いないな、もうほぼほぼ壊滅させてる状態なのかな。だとすると残ってるのは敵のね陸戦隊でありアメリカ軍の陸軍でありということになろうかと思います。井上さんも攻撃を開始してもらいます。第10艦隊ももしかしたらちょっと距離が足りないかもしれない。そうだね、次のターンに持ち越しですね。
となると攻撃はロサンゼルスに集中した方が良さそうですね。先ほども話したようにね、一回一回の攻撃の火力を出した方が効率的に敵の陸戦隊を潰せるので、そのような形で進めていきましょう。第三艦隊からも空撃。直縁は出せなかったものの、南雲さんと山口さんの艦隊も出せないね。雨降ってるね。しょうがない。ではこれで進めます。まずはロサンゼルス。なぎ払い。そしてダッチハーバー。まあ、前哨戦ですね。アメリカ本土決戦の前哨戦。第三艦隊に敵基地航空隊接近。これ空母の損傷が大きそうだな。直縁が出ているので直縁でどれぐらい潰せるかというと、2機撃墜。そしてダッチハーバー、ロサンゼルスの艦砲射撃ですね。ロサンゼルス方面より敵基地航空隊来襲。59機。これさっき随砲を沈めた航空隊ですね、ロサンゼルスの。砲礁が撃沈された。これで空母が2隻3隻と砲礁、流砲が撃沈されてますね。これでもよくよく見たら本当に空母の配置が良くないですね。これ戦艦が行かせてない。早くも空母3隻失ってるな。ちょっとこっから改めないとまずいことが起きる。では、ここはね、敵基地の主に飛行場を狙っていきたいと思います。目標は敵飛行場。まずは飛行場を潰してもらわないと。これで飛行場がなくなればだいぶ楽に戦えますからね。あとは艦隊の艦砲射撃、これで潰していくと。ロサンゼルスに60機あった飛行機ほぼ潰したんじゃないかな。潰せてればね、大きいですよね。敵の陸上兵力1師団ですね。じゃあこれも、敵の飛行場を破壊していきます。はい、飛行場の破壊には成功しましたので、このままロサンゼルスの攻略進めていきましょう。で、忘れずにですね、次のターンで第4第5航空艦隊、これの艦隊の体系ですね、艦列をしっかり見直しておきたいと思います。ダチアバのですが、戦闘機が55機。戦闘機であればなんてことはない。武蔵の分厚い装甲を破ることはできないでしょう。で、陸上兵力は1師団、これはなぎ払いましょう。武蔵の威力見よ。71削ってくれるからな、1回で。これだけ削り力あるとすごく安心感ありますね。で、戦列に新しく加わってくれたのが駆逐艦西風若潮、慶順阿賀野、それに正規空母雲閣、さらに計画。これは昇格随格の、姉妹艦ですね。3番艦4番艦に当たるものだと思います。そして艦上攻撃機流星、大きいな。で、飛行場が札幌エスピリッツサンドフィジーで使用可能に戻りましたという話ですね。
では大本営会議入っていきましょう。もう陸軍にもね、海軍が暴走して西海岸攻撃を始めているので、これに追従してもらいたいと思います。ではまず外交交渉ですね。もう外交なんて必要がない、もうそういう海軍のイケイケの雰囲気をここでも醸し出していきましょう。アメリカに対してはもう何も要求することはない、まあ、オーストラリアに対しては講和を提案してみましょう。ソ連に関しては事務レベル、中国ももう何もすることはない、タイも事務レベル、ドイツも何もしない、これでいこう。アメリカ、イギリス、オランダ、このあたりは帝国軍の前にひれ伏してもらいましょう。では進めていきます。さあ提案4つですね。ほとんど発言する機会なくここに来てしまってますね。参謀総長に1人、軍令部総長つまり自分ですね、賛成1人、ガハ、これは大蔵に押し切られましたね。アメリカとは事務会談レベル、まあ全く問題ないですね。では作戦目標です。ここだ、重要なのが。作戦目標は組み直します。参謀総長がタウンスビル、ポートダービン、コロンボ、これでは甘い。西海岸から東海岸に抜けていく、そういう作戦をね、今回出していきましょう。まずはサンフランシスコ占領、陸海空空はないね、陸軍海軍の共同作戦に、そしてロサンゼルス、これも占領、陸軍海軍の共同作戦、そしてニューオーリンズ、ここも共同作戦を張っていきます。これがね、軍令部総長の出した結論。なんとしてもここは通したい、通したいぞ。ここ一番通したいかもしれないですね。説得しよう。まあ外務大臣、大蔵大臣、このあたりかな。拒否使ってきた。もうちょっと後で使った方がいいかもしれないね。拒否を発動させて、拒否のカードを捨てさせた後に、説得を使う方が確率は高いですもんね、明らかに。ここも発言の機会がほぼ得られないまま終わってしまうのか。軍令部総長がハブにあっている。説得。外務大臣、もう拒否権は持っていないはずだ。持ってる。持ってるんかい。困ったな。まずいことになっている。議会に送ることとする。結果どうなったかというと、シアトルの破壊、サンフランシスコの占領、このあたりはまあほんのちかな。コロンボはどうでもいいな、もはやこの状況になれば。では次、予算ですね。予算は海軍で1万5000以上は欲しいな。あまりもあんまり今回ない、そうですね。なんで1万5000にして、陸軍が1万、外交費はまあもう外交する気はないので1000でいいでしょう。基地の維持費1万、技術費2万、国政費は4000、国民には耐えてもらいましょう。大蔵がなんて言うかっていうのはもちろんありますけどね、この案。さあここも通したいからな。次に通したいのが徴兵ですね。徴兵はどうしても大量に徴兵して陸戦隊をアメリカに送り込んでいかなければいけないので、さあどのカード使い、延長させる意味もない、時間制、振りかな。できれば海軍にね、ある程度の費用が欲しいので、これも議会送りか。完全にこのチーム瓦解しているな。海軍費1万2000、
技術費8000がちょっと不満だな。まあしょうがないですね。意見が通らなかった以上は従うしかない。情報技術をちょっと上げていきます。一旦1000ずつ入れて工業を上げて、どうなんだろうな。空母を失って2隻正規空母入ってきたとはいえ、全然空母の数が足りてないので、空母を作る速さを、建造速度を上げたいので、工業費に予算をね、少し回したかったかなとは思います。さあ、ここですが、2万5000は欲しいかな。で、1万。2万。これでいこう。国家用物資、国民には耐えてもらいましょう。陸軍が大陸でね、しっかりと戦ってもらわなきゃいけないので、陸軍にもある程度回してあげたいんですよね。今回も議会送り。この会議の意味がほぼない。徴兵だ、ここだ。ここは絶対欲しい。いや、大倉の2、1とかありえないからな。4、3。外務大臣の4、3ですね。こっちは、大量徴兵する、そういうフェーズですね。9、9。これで、アメリカの本土決戦、陸戦隊に戦ってもらわなきゃいけないので、まあただ手持ちのカードがな、裏取引早めにぶちかまして、あとは時間稼ぎに持っていきましょう。ここは99欲しいからね、断パンしておく。参謀総長さえこき下ろせば決まる。拒否られたか。あと3分。あと2分。あと1分。発言して終わりだ。これで、もらった。99のね、陸戦隊を配備できることが、これで決まりましたね。では、兵器の生産に入りましょう。新しく何を作るかですね。もう艦船はもう空母一択なので、しかも風林火山型、これを作っていきます。風林火山型をどれぐらい、まあ用意するかということになると思うんですけどね。どうしようかな。源流、昇流、このあたりの名前をつけておきましょう。一番艦の風林火山はもう使ってますからね。さらに風林火山、昇流、空母を新たに2隻、さらに今建造中で4隻になりますかね、これでね。あとは戦艦だな。やっぱ武蔵の火力を見ると、この天下無双型、武蔵、大和を超える超大型のこの戦艦、これも2隻作っておこう。まあ、間に合ってくれればいいかな。田島、美濃と田島にします。で、あと巡洋艦と駆逐艦をちょいちょいと作っておきましょう。これはもう完全に随伴する形ですね。空母、戦艦に随伴してもらうための艦艇。で、駆逐艦も、4隻ほどですかね、作っておきたいと思います。
まあ、空母や戦艦の盾となってもらう、まあ、ある意味では壁になってもらう、そのための駆逐艦を数は揃えておきたいと思います。もうちょっと何も考えずに入れちゃってますが、本来だったらね、艦隊の速度に合わせて作っていくのがベターかなとは思います。輸送船の数十分なので、じゃあここからですね、航空機の方の生産に入っていきましょう。で、新しく流星が作れるので、天山に変えて流星、いやー、どれを止めるかだな。97観光を停止して流星にしましょう。流星を200で、あとは冷星の2152、十分あるな。水星も数はあるが、今空母を作っているものに乗せていかなきゃいけないので、それぞれ50機前後ずつ作っておきましょう。これで、さらにね、充実を図っていきます。水星も50。で、天山も、資材がちょっと足りないな。まあ、ここまでですかね。ではこれで決めていきましょう。はい。では大本営会議が終わってキリがいいので、一旦ここまでにさせていただきたいと思います。新しく戦列に加わってもらった艦艇ですね。これは今第16艦隊が空きになってますので、ここにね、新しく空母2隻、運閣、そして計画、この2つを入れます。さらに巡洋艦を3隻、いや巡洋艦2隻、いや3隻だな、入れて、あとは駆逐艦をね、ばらまいていきます。これで新しい、機動部隊の誕生ということになりますね。第16航空艦隊、でもちろんね、ここに司令官を配備して出撃を行っていきます。小沢さんに第16航空艦隊、新しく創設した艦隊のね、艦隊の司令官についてもらいます。であとですね、まあ、ちょっと次回に西海岸攻略は持ち越しさせていただきますが、これプレイを一度終えるとすっかり忘れてしまうので、第4艦隊と第5航空艦隊の、ね、艦列、これだけ確認して終わりたいと思います。空母が守られているかどうか、大丈夫だね。もはや空母を3隻失ってしまいましたからね、まあ、新しく2隻入ってきてくれたとはいえ、まだ遠い遠い日本にいますから。さて、これは費用を沈めておくれと言ってるようなもんなんで、変えましょう場所を。これで大丈夫かな。危なかったんですね。これ変えちゃうと、ただね、体型立て直しで行動力を全部使い切ってしまうので、本来はこのタイミングでやるのが、いかがなものかというものだと思うんですが、まあ致し方なしということで、次のターンですね、しっかり攻撃を行っていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。